そうそうそう。音楽がない。皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。始まりました。ジャンミオ TV ですね。はい、今日もわたわたしておりますけど、画面の明るさの方は大丈夫ですかね。ちゃんと映ってますか。はい、1月30日、今日は水曜日、第167回目のジャンミオ TV です。メイン司会のジャンミオです。牛久市キラキラプロジェクトを推進中の奥のガマガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時のこの時間に市民初メディアチャンミオ TV をどうぞよろしくお願いいたします。そして私チャンミオは11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのをね、勝手に応援しております。育ててもらった地元というのはね、家族のようにあったかい存在ですよね。はい、地域と家族の絆について考えていきましょうという、そんな家族の日、とってもあったかい日ですよ、素敵な日ですよ。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。では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 、本日のスタジオをご紹介いたしましょう。本日のスタジオは、はい、牛久駅の東口から徒歩1分のところにありますライブスペースルズさんでお送りしております。糸ちゃんの作るラーメンは絶品ですよ。はい、とろけるチャーシューはね、一度食べたらもうやみつきになってしまいますからね。はい、ぜひぜひ皆さんもこちらのね、ライブスペースルーツ、まあ、糸ちゃんラーメン食べに来てください。お待ちしております。はい、そうですね、地図はちょっとこちらに用意してあるかな。これは地図ないかな。地図が今日は入ってなかった。まあでも本当牛久駅から歩いてすぐなのでね、あの常陽銀行さんの後ろというかね、まあちょっとその後ろぐらいと言えばわかるかな。はい、お待ちしております。そんなチャンミオ TV では皆様からの、はい、温かいご支援を、はい、お待ちしております。スポンサーとしてチャンミオ TV をね、応援してくださる企業さん大募集です。皆様のご支援どうぞどうぞよろしくお願いいたします。もしもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールアドレス、ちゃんみお .tv@gmail.com。ちゃんみおの綴りは、chanmiyo.tv@gmail.com です。ちゃんみお .tv@gmail.com がメールアドレスです。もしくは、ツイッターであれば、@のちゃんみお。@chanmiyo ちゃんみおがちゃんみおのアカウントとなっておりますので、ダイレクトメッセージでコメントいただけると、はい、とてもとても助かります。皆さん温かいご支援お待ちしております。よろしく、はい、そしてそしてまだまだ大募集しているものがありますよ。ちゃんみお TV 皆様からのコメント、ウキウキハッピーなコメントをお待ちしております。ユーストリームのソーシャルストリーム、今ユーストリームで見てる方ね、いっぱいいらっしゃるかと思いますが、右側に、はい、ソーシャルストリームっていうのが出てるんですけれども、そちらでですね、ログインをしていただいて、はい、コメントを、まあ、何でもいいのでね、書いていただいて、で、まあ、エンターってこう押すと、はい、こちらのね、スタジオでリアルタイムで皆さんの書き込んでくれた、くださったコメントをチェックすることができます。ぜひぜひコメントをして一緒に番組楽しみましょう。ツイッターであれば、ハッシュタグにちゃんみお TV。ハッシュタグってのはシャープマークですね。シャープマークにちゃんみお TV というふうにね、入れてコメントしてくださいますと、はい、同じようにリアルタイムでコメントチェックできます。ぜひぜひ皆さんね、コメントをして一緒にリアルタイムでこの番組楽しんでください。出演も大歓迎ですよ。はい、それではそれでは本日の流れを、はい、ご説明しましょう。本日はね、この後いつものコーナー、牛ニューを読みます。牛久市だったり茨城県のニュースをね、ご紹介します。そしてその後に、本日もなんだか素敵なゲストが来る予感がするので、ちょっとね、牛久トレンドご紹介したいなっていうのと、あとちょっとだけね、
牛久市の情報について、まあ、先日の広報牛久さんの記事をですね、まあ、1月15日版の記事がちょっと手元にありますので、そちらからちょっとねご紹介したいのがいくつかあるので、そちらをご紹介して、はい、1時間の生放送をお送りしていきたいなと思っております。はい、で今日ゲストさんいらっしゃるのでね、牛久クエスチョン大募集しております。まあね、こう答えてほしい、こう誰かにこれを答えてほしいみたいなものがありましたら、そちらもですねぜひ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 お送りください。コメントお待ちしております。20時からね、平日毎日生放送しているチャメ TV ですからね、皆さんよろしく。ということで始めましょうね。それでは早速参りましょう。牛乳です。よいしょ。牛乳の前にちょっとコメントチェックしてみましょうかね。皆さんコメントお待ちしておりますよ。はい、ではそれでは早速参りましょう。今日はメガネも持っていないというちょっと準備不足の私でございます。まず一つ目の牛乳から参ります。こちらは1月の29日、はい、茨城新聞さんからの記事のご紹介でございます。はい、乗り合い車両公表、大牛久のね二松竹車協というような記事、見出しの記事でございます。では内容を読んでいきましょう。買い物弱者、店まで送迎、牛久二松竹車協ということで、内容を読み進んで進めていきましょう。買い物弱者対策で、牛久市の牛久二小学校地区、牛久二小学区地区、社会福祉協議会が実施する外出支援事業が好評だというニュースなんですね。ドアトゥードア式の乗り合い車両でお年寄りをスーパーに送り届けており、気軽に買い物に行けると反応も上々なんだとか。移動中や店内では利用者同士の語り場にもなり、楽しみの一つになっているということなんですね。では細かく内容を見ていきましょう。高齢化が進むこちらのね、牛久二松学区地区で、車を持たず買い物に困る買い物弱者が今課題になっているんだとか。こちらの、牛久二松学区内にスーパー、チェックできなかったなというですね、買い物弱者を店まで送迎という、はい、牛久二松学区の、はい、地区社協の活動をねご紹介しました。はい、こちら先ほど私バスと言ってしまったんですけれども、このスマイル号別にバスという バスではないんですね。大変失礼いたしました。乗り合い車両ということでしたね。はい、まあこのね、なぜだろう、インターネットの回線が弱いのは原因が分かりました。私がルーツの撮ってなかったんです。失礼しました。では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 、危ない危ない。大変失礼しました。はい、では気を取り直して参りましょう。よいしょ。こんばんは。はい、では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 、ちょっと一瞬ね切れてしまって申し訳ありませんでした。まあ、こちらね、はい、ボランティアの方々が大活躍しているようで素晴らしい取り組みだと思いますよね。買い物弱者対策はスーパーへの送迎の他に、移動販売やネット注文なども考えられると思いますので、今後の高齢化社会に向けいろいろと考えなければならない問題ですよね。でも本当にこのスマイル号は私も取材に行かなきゃなと思いますね。はい、それでは2つ目の牛乳に参りましょう。こちらは1月30日の毎日新聞さんからの記事でございます。毎流お披露目ということで、こちらはお隣龍ヶ崎市のニュースからのご紹介でございます。龍ヶ崎市に新キャラということでね、地元の高校2年生杉田さんの作品、毎流ということで、どんな内容なのか見ていきましょう。龍ヶ崎市は29日に、龍ヶ崎市のマスコットキャラクターに、龍ヶ崎市内の龍ヶ崎第一高校2年生の杉田、これはリエナさんが制作した毎流が選ばれたと発表しました。
今後は着ぐるみを作成して各種イベントなどで龍ヶ崎市の魅力を PR するということです。表彰式は31日に龍ヶ崎の市役所で行われるそうで、杉田さんにはなんと賞金が5万円と龍ヶ崎市の物産品が贈られるということですよ。はい。そしてね、龍ヶ崎市観光協会が昨年の10月から11月にマスコットキャラクターを募集していたところ、全国からね224人から259点の応募があったということで、その投票の結果としてこの杉田さんの作品が最優秀賞に輝いた。はい。舞龍は市を代表する、龍ヶ崎市を代表する伝統行事のつくまいと龍ヶ崎を組み合わせた造語で舞龍というふうになっているそう。花をハート型で表し、地域の触れ合いの温かさを表現しているとか、つくまいの舞男を目指し修行中という設定になっているんだそうですよ。杉田さんは吹奏楽部に所属しており、パソコンで絵を描くなどデザイン作成が趣味なんだとか。母親からキャラ募集の話を聞き、1日で仕上げたというね、この舞龍。杉田さん、市民の投票で選ばれて非常に嬉しい、全国的に活躍するキャラになってほしいというふうにお話をしていたということです。ではどんな内容なのか、どんな内容なのか、どんなキャラクターなのかをですね、早速ご紹介しますと、こちらが、はい、そのね、杉田さんが作りました龍ヶ崎の新しいキャラクターの舞龍です。はい、舞龍可愛らしいですね。龍とつくまいの舞男さんが一緒になった、はい、造語の舞龍です。まあ、この舞龍、今後龍ヶ崎市の印刷物などで使用するほか、はい、3月頃には着ぐるみも制作して龍ヶ崎市の PR に活用していく予定とのことです。龍ヶ崎といえばアイドルの鈴木奈々さんとの共演だったり、牛久のカッパのキューちゃんとのコラボレーションにも期待したいと思います。ということでね、以上が2つ目の牛乳でした。それでは続きまして3つ目の記事のご紹介です。こちらは1月の30日産経新聞さんからの記事のご紹介です。オランダ型の風車ということでね、風車を一新するという土浦市のニュースからのご紹介です。よいしょ。オランダ型風車一新、霞ヶ浦総合公園ということで、記事見ていきましょう。土浦市大岩田の霞ヶ浦総合公園のシンボル、オランダ型風車のお色直しが終了して、これまでの茶色から緑色へと変貌をし、優雅な姿を見せているということです。こちらの風車は市制施行の50周年を記念して平成2年に作られた風車なんだそう。高さが25メートルほどありまして、ほぼ中間にある展望台から霞ヶ浦が一望できるということです。内部にはろ過装置があり、霞ヶ浦の水を浄化しているという、皆さん知ってました？東日本大震災による液浄化現象で展望台も一時閉鎖されていたそうですが、約1年前に利用が再開となったそうです。風車もお色直しすることで気分一新を図ったということです。近くに住んでいる主婦の方がですね、色を塗り直しただけなのにすごく新鮮な感じがしますとお話をしていたというですね、コメントも記載されておりました。まあ、その画像がありますので早速ご紹介しましょう。以前の画像がこちらですね。じゃん、塗り替え、こっちでした。塗り替え前がこっち。間違っちゃったね。塗り替え前がこっちで、塗り替え後がこっち。はい。違いがわかるかな？これ違いを並べて、
違いを並べますね。違いを並べる。違いを並べたい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 んですけれども、どこに行っちゃったかな。違いを並べたいのですが、違いを並べたいのに、デスクトップに、これか。見えないかな。こっちじゃない方がいいな。わかりやすく。よいしょ。こっちの方がわかりやすいな。新しい画像を入れ込みます。スクチャーショットで、デスクトップで、こっちの方がわかりやすかったな。はい。塗り替え前と塗り替え後。こっちの方が分かりやすいですね。はい、まあ、このオランダ風車周辺では今月いっぱいライトアップも行われるようです。明日までですのでね、お近くへお越しの際はご覧になってみてはいかがでしょうか。なお、イルミネーションは夜9時までとのことです。はい、まあ、そちらのですね、イルミネーションのライトアップの映像も画像もありますのでご紹介すると、よいしょ。こちらですね。すごく綺麗なライトアップですよね。イルミネーションのライトアップは1月の31日までということなのでね、皆さんぜひぜひこのね、土浦の、はい、霞ヶ浦の総合公園のライトアップ見に行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、あ、以上3つ目の牛ニューでした。はい、では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 、まあ、続きまして、はい、続きまして4つ目、稀勢の里関一日警察署長というですね、こちらは牛久市のホームページからご紹介しております。はい、内容を見ていきましょう。牛久市のホームページから、稀勢の里関の一日警察署長というニュースをお知らせいたします。牛久警察署におきまして、2月の2日の土曜日、大関稀勢の里関を一日警察署長として迎え、午前10時から警察署前にて交通安全キャンペーンを行い、交通事故や飲酒運転の撲滅を呼びかけるということです。詳しいお問い合わせについては、牛久警察署交通課、電話番号は 029-871-0110、 牛久警察署の交通課 029-871-0110 までね、お願いします。はい、ということです。では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 、最後、気になる明日のお天気、牛天でございます。明日のお天気、1月31日、木曜日、明日でも1月も終わりですからね。1年間のうちの1ヶ月が明日で終わります。12分の1が終わりますよ。はい、明日のお天気、は、晴れです。イェーイ、晴れ、嬉しい。そして、最低気温はマイナス4度寒い。最高気温は8度までしか上がりません。皆さんね、こちらのルーツさんでも風邪っ引きの方が多いようですので、皆さん、風邪には注意ですからね。はい。あったかい格好をして、私は今日このね、薄着だったのでダウンを着ておりますけれども、皆さんも暖かい格好をして、ぜひぜひ出かけるようにしてください。はい、ということで、以上、牛ニューでした。はーい、よいしょ。今日は、ちゃんみお TV、皆さんコメントお待ちしておりますからね。どなたかコメントしてくださいね。お待ちしておりますよ。よろしくお願いしますよ。はーい、と、ゆた具合にね。まあ、今日パタパタしながら私、ちゃんみおは
こちらのね、スタジオにやってきたわけですけれども、まあ、それは置いといて。じゃ続きましてのね、はい、コーナーというかね、続いては、はい、ちゃんみお TV と言ったら、ちゃんみおの提供でお送りしておりますよね。はい、ということなので、一旦 CM に、はい、移りましょう。まあね、まだスポンサーの方いらっしゃいませんので、ちゃんみおの提供でお送りしているちゃんみお TV のちゃんみお CM が入りますけれどもね、皆さん、ぜひぜひ CM 大募集ですからね、よろしくお願いいたしますよ。では、CM です。どうぞ。TV までね、こう CM 作りたいよとかね、あの CM 流したいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ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 大募集しておりますからね、よろしくお願いいたします。まあそんなこんなで今日水曜日で番組をお届けしてますけれどもね、なんか今日もどなたかやってきそうな、そんな予感がするんですけれども、牛久トレンドとして出てくれるのはピンポーン。はーい、はーい、お邪魔します。いらっしゃい、お帰りなさい。ただいまです。どうぞ、お帰りなさい。じゃん、私が先にずれて、じゃあ僕真ん中でいいですか。お帰りなさい、どうぞどうぞどうぞ。どうも、お帰りなさい。はじめまして。あ、恋物です。恋物です。はい、じゃじゃん。今日のゲストは、はい、二人組のお二人です。二人組のお二人ですって言ったらです。どうも、ジンさんとマサシさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まあ、今日はね、水曜日ということで、こちらのね、糸ちゃんと、いや、糸ちゃんですね、ライブスペースルーツさんからね、お送りしている1時間の生放送でございますけれどもね、そのルーツさんの一押しのアーティストの方々、二人組調子乗んなよ。一押しのね、そうですよね。調子乗んなよ。調子乗んなよ。調子に乗ってきてるかもしれない二人組さんですけれどもね。まあこうチャンピオン TV は初登場。初登場ですね。ではないですよね。アシスタントのポスターをね、はい、貼っていただいたりとかしながらね、やってたわけなんですけれども。なるほど。はい。まあどうですか、こうインターネットの番組とか。初めて見ました。初めてですか。はい、初めて。YouTube とかにはでも何回も載って。YouTube 流してます。あ、僕は YouTube では演奏は流してます。流してますよね。はい、じゃあちょっとその YouTube の確か映像が確か私の方では準備してあるんですよ。そうですね。でもそれを流していいのかどうかの許可が、流しても。うちのプロデューサーがいいと言ってます。いいですか。はい、じゃあ OK が出ているので、ちゃんみお、本当ですか。みんな見てる。そう、わー、ちょっと待ってくださいね。私が動画をうまい具合に、ちょっと待って、私が
ちょっとちょっと。私がブスだと言われて。あれ、どこ行った？あった。チャンネル。はい。あの、二人組さんのライブの映像がありますので、まずはそちらを見て、このお二人がどんな演奏されてるのかをですね。よく見けましたね。はい。じゃあ、VTR スタート一緒に。VTR スタート！ちょっとこっちも持ってあげたんですか今触ってるだけエアギター今エアギターの映像になってしまいましたね失礼しましたちょっとこれはいかんですよそれはいかんですよせっかくいただいたこれは多分画像動画がですね綺麗な動画だったのでちょっと形式を変えて書き出すことが必要でございました。いえ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 。置き換えします。はい、わかる。二人組2。じゃあちょっとなんか自己紹介してくださいよ。自己紹介ですか？はい。はい。僕たち二人組ですわ、ですけど、はい。見たまんまです。見たまんま二人組さんですけれども。二人組かって言いますと、はい。ここの社長がですね、はい、僕ら3年ぐらい前ですね、ここに練習初めて顔を出した時にですね、はい、こう社長って言われると誰だか分かんないですね。伊藤社長ですね。伊藤社長が、はい、ここに毎日こう通うようになってからですね、はい、ユニットを組めということになりまして、はい、さて、もともとはじゃあお二人はユニットじゃなかったんですか？ただ二人で遊びに来てたんです。え、音楽はでももともとやっていて、個人で別々にやっていたのに、最初はですね、守谷駅あるじゃないですか、守谷駅の改札口前で、お2人でやり始めたのがきっかけだったんですよ。ほう、そう、度胸ダメージですね、初めの頃。なるほどね、うん、今書き出ししてる間に、私もじゃあこちらに戻って、へえ。ストリートミュージシャンから、まあ、出会いもストリートだったんです。お互い、守谷で。それは牛久だったんです。お牛久で？日立の牛久駅でやってた時にですね。え、ストリートミュージシャンっていたんですか、牛久に。当時いたんです。4年ぐらい前ですか。え、なんでなくなっちゃった？今多分いないんですか？よくわかんないんですけど。います？私が駅利用してる時にはそんなに見かけなかった気が。毎週やってた方もいたんですけど、僕らたまーにしか行かなかったんですよ、うん、そっか、そこで出会ってですね、うん、まあ、ある事情があって、うん、他の音楽仲間だとストリートをやろうということになって守谷駅に始めたんですよ、うん、で、僕らもあんまできなかったんで、うん、邪魔かなと思って端っこに寄って二人でやり始めたんです、うん、したらね、人がえらい集まっちゃいまして、うんうん、なんだこれ、なんかできんじゃねえかうちらみたいな、うん、で、そっからね、まあ、その時はまだ別にユニットも組もうとかそういうのはなかったんですけど、うん、そっから、でここえらい人が集まっちゃったんですって。そう、なんか酔っ払いがいっぱい来て、サラリーマンとかに囲まれちゃいまして。え、ちなみにその時に演奏してた曲は何なんですか？2曲しかなかったんでね長渕剛のトンボと純恋歌しかなくて、その2曲を永遠とずーっと何時間もやってたんですよ、うん、同じく。そしたらいっぱい人が集まっちゃって、うん、やっぱ長渕は強いんですね。誰も知ってる歌をやった方がいいのかななんてその時は思ってたんですけど、で、うん、ここの場所を知って遊びに来てて、うん、そのうち1年ぐらいしてから、うん、いや2人で組んでやればっていうことになって、うん、それでもユニットとかユニット名もすら決まってなかったんです。はい、それで社長が、そこの2人組、そこの2人組って言ってて、ああユニット名どうしようって言ったら、じゃあ2人組でいいんじゃねえかっていうのがきっかけで、すごくシンプルで分かりやすいですね。あれは見たまんまです。でも他にも2人組でバンドされてる方は、ルーツにはいっぱいいたわけですよね。いっぱいいますね、なぜか。だけれども、2人組を2人組っていうふうに。他はみんな名前あるの？ちゃんとした名前あるんですよ。本当はちゃんとした名前あったから。そう、うちらだけなんです、見たまんまで。見たまんま、なるほどね、はい、まあでもいろんな話を聞くとすごくいろんな
山本うどんでしたっけ。あ、そうですね。なんかもう面白い名前ばかりなのでその名付けをもだって社長ですよね。いいな、僕らのプロデューサーが前で笑ってますけど。山本うどん、俺俺。あ、プロデューサーでした。失礼しました。もうここで僕ら育、もうゼロから育ったようなものなんで。育てられた。はい、今うちらの先生らがみんな目の前にいますけど。そうですね、はい、ちょっと何か面白いことをやらないかっていうような。調子込むねとか言ってますけど。調子込んでますから。すごいですよ、ライブが終わってからですね、お説教が始まりますからね。そうなんだ。深夜2時までお説教されて、それは結構激しいですね。、はい、じゃあ準備がちょっとできたっぽいぞ。はい、よかったよかった。じゃあ2人組さんのライブの映像をですね、ようやく流せますよ。よいしょ。よいしょ。もう一個。よいしょ。よいしょ。ではでは、気を取り直して VTR、スタート！はい、ということで、はい、今歌ってた今の曲は何ですか？今の曲は僕らほとんどオリジナルの曲が 100% なんですね。おオリジナル、はい、はい、ということで、はい、今失礼いたしました。失礼いたしました、ね、はい、オリジナルなんですね、はい、ここで歌ってるのもほとんどオリジナルです。お作詞、はい、両方作曲も、はい、で曲を作ってきたやつをここに持ってきて先生たちに、ああじゃねえ、こうじゃねえ、ああじゃねえ、こうじゃねえ、叩かれも楽譜代投げられない。今のあれですよ、体罰ですよね。結構かわいがりみたいな。顔血だらけですからね。嘘ですけど。あの多分心は血だらけですよ、多分ね。ザクザクですよ、もう本当に。心はザクザクで、深夜2時までザクザクにされて、ギターを買ってこいって買ってきたんですよ、高いギターを、うん、で買ってきましたって言ったら、またザクザクにそれでまだ怒られて毛難口にされてね。買ったらダメだ。まあ、ちゃんと聴いとけばよかったんじゃないですか、こういうギターを買った方が。勢いで買っちゃうんですよ、この人。しかもローンで。あまだね、全部ローンが終わってないので、いじくりまくってたりするんですよ、ね、もう安いで削っちゃったりしてますからね。まだ半分自分なんだけど、半分お店のなんですよね。面白いですね。ちょっと生で聞きたいんですけど。せっかくオリジナルなんで、なんかちょっと、今即興でもいいですよ。即興なんかこう、何か、出てきた。なんか湧いて出てきた。すごいことになってきましたね。なんかこう、なんかないんですか、牛久の歌みたいなのないんですか。牛久の歌みたいなのないですね。ルーツの歌みたいなのないですか。ルーツの歌もないですね。糸ちゃんの歌みたいなのないですか。糸ちゃんの歌も全然ないでございますね。ちょっと軽く、はい、オリジナルの曲を、はい、今日ミュージックみたいになってますけど、まあいい、もうね、いいですね、音楽がいっぱいあるので。今ちょっと相方がチューニングを、はい、
ょ。これが噂の噂のギターですね。ケチョンケチョンに言われたギター。半分俺の。半分まだお店のです。半分お店の。これなんかちょっと変わってません？何がついてるんですか？これチューナーといってですね、はい、音を調節する機械ですね。こんなの見たことないです私。そう、ギターが、ギター弾けない人がつけるやつなんです。そうなんですか？これも音感使ったんじゃねえよ。出た出た。プロデューサーの声が怒ってます怒ってます。天の声が天の声が、あ、やばい、後でまた心ザクザクにされます。ズタ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 です。ズタズタに。どんな歌だろうか。こっちは別に何も場面せてないですけど、さっき合わせときました。プロデューサーに合わせとけって言われたんで。なるほどね、はい、あとでくちゃんくちゃんですね。あ、くちゃんくちゃですよ。いつも段取り悪いのでじゃあ皆さん、チャミチビお待たせしました。皆さん、はい、2人組ですね。冬星というオリジナルの曲が冬星あります。はい、それでは行きます。ワン、ツー、シー、フォなるほどの夜
ながら行く愛しい願いを託し、真冬の暗い空の下、あなたの優しさが届きますように、泣きたくなるほどの夜、流れる星に希望を託し、真冬の暗い空の下、あなたの心が晴れますように、あなたの心が晴れますように。オリジナルの曲を、はい、今披露していただきます。こんな歌をですね、何曲も何曲も作ってですね、うん、ここでお世話になってます。冬星めちゃめちゃいい曲ですね。ありがとうございました。プロデューサー来たぜ来たぜ止まってた、まあ、テレビの前のみんな止まったぜ、止まってたぜ、今風呂入ってやったぜよいしょーい、体洗ってきてやったぜへい。いや無事に戻りましたけれども、びっくりしましたね。びっくりしましたね。いや、もう冬越しが良すぎて止まった。いや、止まったぜ。だぜー。だぜまあでも、まあそんなことは置いといて、さておき。はい、そんなこんなでですね。そんなこんなで、今日、あれ、奥さんが。今日そう。僕のですね、嫁が来るはずだったんです。ワイフが。はい。で、仕事から帰ってくるのを待ったんですけど、はい、帰ってきた時にもなんか吐き気がすごくて。ワイフ。はい。ワイフ、つわりですか。つわりです。うどんさん、はい、うどんさん、つまりさっきうどん食ってきたんですけど、あら、うどん食ったからの、はい、からのつまり、そうですね、今家で多分寝てます。うどんさーんうどんさんで合ってますか。合ってないと思いますうどんさんは合ってないですか。まゆみ、まゆみさーん見てる、見てますか。見てる、そうなんですよ、はい、あの、まゆみさんといえば、なんか羊さんが2匹と一緒になんかこう、そうです、ああ僕ら、なんかやってましたよね。そう、僕ら、あの、羊なんです。羊ですよね、はい、その羊の映像も、実はこちら、シャンミオ TV に動画が、いや、その動画は届いてます。あれはどうかね、あれはやめた方がいいと思います。流さない方がいいですか。流さない方がいい、まさか言ったよ、ほんとそう言ってんのそれ。プロデューサーが、いや、あれはツタボールだもんね。ツタボール、プロデューサーが、で今日ワイフがね、見るに耐えられるところだけ編集してたから、ね、じゃあ、あの、早速本番ですよ、いきまーす、本番ですからね、 VTR スタート。小原氏に抱かれてやるって言うんでしょ。違う、自分がやりたいって言ったんでしょうこれ。出ますね、ステージ上で夫婦喧嘩ですよ、毎回は違いますよ、私がやるって言ったんじゃないです。I'm not afraid to
願いします。はーい、はい、どうも、どうも、ありがとうございます。いいですね、はい、いいでしょ。こうやってみんなで去年のですね、10月20日ですか、うん、ここライブハウスのルーツさんでファミリーライブ、いや、あれはですね、ファミリーライブですか、僕の結婚式披露宴です。え、あれは違います。今はまた、あ、さっきのライブですか、うん、さっきのファミリーライブですね。さっきのこの間のファミリーライブ、この間のライブです。なんか、そう、今ちょっとペロッと言っちゃいましたけど、ね、このライブスペースルーツでは、はい、そうです、ね、なんと結婚披露宴までもそうです、ね、できてしまうという、そんなライブハウス、はい、ルーツ、ライブスペースルーツさん、すごいぜ、すごいぜ、何でもできちゃうというですね。まあ、それもなんかあのチャンピオン TV になんとVTR がプロデューサーさんからこう送られてきてるわけなんですけど、あれで恥ずかしいね。情報が満載ですね。予期せぬことが起きてますね。何でもありますからね。何でもやってやるんですね。そちらのこちらのね、ルーツでやった披露宴の披露宴ライブをこ限定で皆さんに特別だぜ。特別だぜ。VTR スタート。恥ずかしいぜ。恥ずかしい。いや、その感動の VTR じゃないですか、今。そうですね。一生に一度の VTR ですよ。その一生に一度の披露宴をルーツで。はい、ここですね。次はですね、相方の番ですね。相方の番。予定は見てるですね。じゃあ。そう、こちらまで。こちらまでお願いします。お待ちしております。でしかもまあルーツで結婚披露宴したいっていう人もね、こちらまでお願いします。できるんですよね、何でもね。できますよ。お、できますっていう声が。ラーメンも出ます。ラーメンも出ます。ラーメンから。ラーメン、ラーメン、そういいじゃないですか。なんかちょっと楽しいですね。楽しいですね。何でもできるライブハウス。何でもできる。いや、なんかこうライブハウスなのにラーメンが食べれちゃうだけだと思ってたんです、私は。最近やる気満々ですよ。最近すごいですね。すごいです。はい、社長のやる気がもう上がってきてますね。ね、そのやる気はどこから来てるんですかね。どうしたんですかね。どうしたんですかね。どうしたんですか、社長。今日は熱意の前にうなされてるから。今日はね、最近ちょっと風邪気味だった。風邪気味なのでね。先週もですね、ライブのね、ライブ本番の時にすごいマスクしててね、細い目をしてます。目が半分閉じながらマスクしながらライブでしたんですけど、マスクで出てましたよね。そう、熱が40度あるのにもかかわらずステージに立ったという。フラフラしながら。さすがです。さすがです。違いますね。やっぱ社長は違いますね。違いますね。持ってます持ってますよ。今日もね、これからなんかラーメンとか作るのかもしれないですけど、うちの相方がラーメン食べます。生活かかってるから。生活かかってるから。よろしくお願いします。言ってますけれどもね。あっという間にあと4分になっちゃいましたよ。え、
早くないですか？早いですね。そうで早いですよね。早いです。ですね、こうチャンミョン TV どうです？なんかこう出てみて。ね、初めてでインターネットテレビをね、初だよね。うん、初で、はい、ちょっと次からもね、はい、ぜひ新曲とかができた時には。そうですね。はい、またぜひお邪魔。お邪魔。お邪魔して告知&。告知でお邪魔。ぜひ、はい、お前ら月曜日からずっと見ろよ。毎週チャンネル登録はい、見ます。見てくださいね。アシスタント出てよ。はい、なんかこうポスターのアブさん後ろにこうね、糸ちゃん特製の掲示板もありますからね。ここに貼ってくれる方、はい、貼ってきます。あ、いいですね。いいですね、これ貼っときましょう。ちょっと拡大して拡大して、うん、全部貼っちゃいましょう。貼りましょう、貼りましょう。春ポスターも募集してるし、ああ貼ってくれる人も、まあ、絶賛募集中ですからね。はい、貼ってきましょう。ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。はい、なんかこうちょっといろいろ、まあ、曲の歌詞についてとかいろいろ突っ込みたいところがありましたが、ちょっとそれはね、また別途、また別の機会、また別途やらせていただきたいなと思いますけども、はい、第2回、はあ、この冬、なんか冬星はどこの情景なんですか？こう牛久から見た。これですね、ちょうど秋の、はい、秋が終わる頃ですね、冬の始まりあたりにちょうどこう切ない曲をある知り合いが作ってくれないかっていう依頼があって、はい、そのちょうど季節、一人ぼーっとしてる時にスラスラスラっていうなんかこうのが書いたのは、なんかそのタイトルだけも なんていうか、冬星はじゃあもう最初に、そうですね、おっと、はい、粉雪が、メロディーがほとんど鼻歌で作ってるんですけど、それで出てきたメロディーと言葉がそんな感じだったんですよ。つなぎ合わせて結構作るの難しいんですけど、まあ2ヶ月から3ヶ月かかって作って、大体曲かかるんですよ、作るのに。ちょっとまあそれはまた後ほど色突っ込みたいと思っておりますね。はい、第2回に交互期待を、はい、交互期待を本当に楽しみですね、今後はね、はい、2人組、ルーツの一押しバンド、2人組さんでございました。はい、もうあっという間に放送終了のお時間となってしまいました。はい、今日は2人組の2人。2人組の2人でした。ありがとうございました。チャンミョン TV 見てくださった皆さんもありがとうございました。コメントもお待ちしておりますからね。また明日も見てね。バイバーイ。はーい。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にすごいいい歌でした。ありがとうございました。